皆さんお久しぶりです。昨年無事に女の子を出産しました。子育てはすごく大変ですが、それ以上に我が子は可愛いです。大好きなゴルフも時間を見つけて少しずつ練習を再開しました。今回は皆さんにご報告があります。私、三枝心はリンゴルフを卒業します。リンゴルフは卒業しますが、年明けから本業のモデル活動は再開しています。今後も引き続き応援のほどよろしくお願いします。リンゴルフを見守っていこうと思います。視聴者の皆さん、これまでありがとうございました。以上、三枝心でした。はい、こんにちは、宮下です。リンゴルフのメイン MC 立ち上げメンバーである三枝さんが卒業するという動画を皆様にお伝えすることになりました。今この動画を見た皆様と同じように、私たちにもいろんな思いが込み上げてくるものがあります。リンゴルフはちょうど3年から少しくらい前に11月に始まったんですけれども、そこから2年くらい一緒に頑張ってきた三枝さんが、去年の3月、2019年の3月に長期の休みをすることになり、三枝さん不在の中でもなんとか皆様と一緒になって動画を作っていこうと思って頑張ってきました。まあ、このような動画を発表することになるまでに、様々なことがあったのですが、今回そういった経緯については控えさせていただきたいと思います。メイン MC が不在の中のリンゴルフ、今後どうなるのということに つきましては、今まで通り元気に動画を公開して皆さんと一緒に楽しい動画を作っていきたいというふうには考えております。また発表できるものができましたら、動画などを通じて皆様にお伝えしていきたいと思っております。この動画のコメント欄なんですけれども、今回は承認制という形にして全ての内容は非公開とさせていただきたいと思っておるのですが、この動画を見た皆様の感想をそのまま書いていただきたいですし、これからのリンゴルフ、この MC 不在の中どうしていくんだと、私たちも困ってるというか、どうしようという気持ちでいるんですけれども、こうじゃないか、ああじゃないかといった皆様の激励の言葉などをいただけたら、自分たちも一つ一つ自信として頑張っていけると思い、皆様からのお言葉をいただくという形で受け付けたいなというふうに考えており、承認制という形にいたしました。突然の発表となり、皆様もいろんな思いを、持っているかと思いますが、今後とも動画やいろんな活動を通じてゴルフを楽しんでいければと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。